はい、どうも、ルーと申します。スーパーライトやっていきたいと思います。100連ガチャやっていきます。3万ジェムですね。で、準備のためにすごい時間かかりました。魔法の地図。私、魔法の地図を1000枚開けてきました。はい。もう、いろんな力を駆使して、上げてきました。で、これでね、武人と勇者、やっていきましょう。で、まあ、武人と勇者引き終わっても、とりあえず、100連はやろうかなと思います。3万ジェムまでね。とりあえず、いきます。まず10連。金が1枚。はい。ママ来ましたね、ママ。飛ばさせろ。びっくりした。なんで？いきます。ゴー！金が2枚。来い！前回チケットで勇者代とか出てるんだね。おー、ありがとうございます。ゴーゴー！2枚。ああ、悪魔だね。悪魔の、系統の王ですね。OK。これナイス。俺、悪魔好きなんで。地図も悪魔だけは3枚以上残してるんだね。よし！ 4 枚。おっと？イザヤール&ラビエル。知らん。ドラクエ9かな？ドラクエ9結局クリアしてないんすよね。他のことに夢中になっちゃって。2枚。なんだっけこいつ。名前忘れちゃったな。ん？ガナサダイか。もしかしてこれちょっと音遅れてる？まあいいや。ちょっと一回、遅れてるかもしれないで。遅れてるね、完全に。はい、行きます。2枚。お、来たー！ランハルト来たー！ラーハルト来た。これで、ラーハルト大、ヒムが揃ったかな。ミストはもともと持ってたような気がするけど。これ長いんだよね、終了するが。はい、ドラゴンライダー。はい、ドラゴンライダー一丁。ゴー！銀世界はまあさすがにもうないでしょ。はい、ウィングタイガータッチ。金が1枚。2枚。スカイドラゴン。デスプリースト。昔なら大喜びですね。
始まったばっかりの時とかは1枚もう2万チューブ使ったの？早っ。パンドラボックス、スーパーライトのガチャ早くない？あ、マジか。終わった。ないでしょうって言ったところからの銀世界。金1枚ドラゴンライダー。畜生、何体出んだよ。他にも A ランクいるぞ。あれ、もう終わり？100連って。ちょっと待ってね。ローズバトラー、え、100連ってもう終わり？ああ、全然だ。え、100連、あ、30万ジムか。100連って嘘つきました。すいません。多分、いっちゃん最初見た人、そう思うと思うんで、変えときます。だから、20連 ?20 連あります。もう全部使えます。畜生、おかしいと思ったんだよ。2枚。マッスルガード、魔獣系だよねこれね。いやー、参った。俺の全財産使っても出ないかもしれない。なんて確率の低い。おお、3枚。なんて確率の低いガチャなんだ。今んとこ、わあ、嘘だろ。わあ、銀世界。あ、よかった、1枚ある。いやー、参ったなー、これ。ログイン税として一生懸命貯めてきた石が。あと、ヒュンケルと、まあ、キルガンは出たか。ヒュンケルと、なんでやねん。なんでこの音がこのタイミングで流れんの。これ iPod の性能かな。3枚。これ誰だ。あー、まず S じゃないとダメなんだよね。あと5連。
おー、すげえ出た。お願いします。おー、ハドラー出た。ハドラーも戻った。そう、くっそ、あと30連。そんな勇者と無人ってそんな出にくいの？うわー、銀世界。ああ、よかった、最後1枚。うわー、勇者と無人ってそんな出にくいんだ。フレイザード。あ、そうだ、フレイザードも出てなかった。勇者の魔人ってそんな出、無人と勇者ってそんな出にくいんだ。ちょっと一回戻っていいですか？これで何持ってないのかだけ確認しよう。キム持ってる、ダイ持ってる、あ、無人ハドラーは持ってないな。あとベルザーも持ってない。あとバランも持ってないか。結構あんな。この下の4つは別にいらないっす。今回じゃなくても弾けるんでね。絶対出ないじゃん。3枚。スカイドラゴン。あ、ゾーマ。なあ、イビルキルや。悪くないけどね。悪くないが、良くもない。ここに来て、ここに来て1枚。終わった。我が生涯、何遍も悔いあり。よし。あー、くっそー。くっそー。あれ、これでもウェルザージェノダークか。なんかこのよくわかんないやつ、だから下か。あれ？あ、 S だよな。 A になってんじゃん、いつの間にか。じゃあハドラーでしょ。とりあえず全部の魔王以上を呼び出しちゃおう。ハドラーとかってなんか属性あったっけ？
もう俺召喚した？もう召喚したのか。モンスター牧場じゃねえ。あ、モンスター牧場か。で、ヒム。で、まあ、ダーン、バーンとミストだよね。これは前回のと、前回と、バン、あの、ハドラー。ハドラーじゃねえ、バン、あれ？バランだね、バラン。ダイ。これダイ何属性？ドラゴン系。で、キルバーン。マリュラージャ。シャムだ。ベルザーも持ってないよな。あれ？まあ、こんなとこですわ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。無人。勇者、武人&勇者手に入れた方いたら、もし手に入れた方いらっしゃいましたら、コメントよろしくお願いします。お疲れ様でした。